はい、安栗三世です。私はこう見ても8年前にフジテレビモノマネオーディションに受けました。この時の模様のハガキです。8枚あります。名古屋東海テレビで受けるようになります。これはね、50人お客さんがいてね、その前でやるんですけど、カメラは奥にあって、審査員が3人おります。その時の模様をやりたいと思います。47番、安田義明さん、どうぞ。よろしくお願いします。じゃあ、早速ですか。ディラン・マイケル、おはい、願い了し解まです。わかす。りました。俺がディラン。マイケル。あ、そうだ、そういうことだ。俺は今からこの自転車に乗る。今から乗るぞ。よっ。本物だと斜め45度足が上がるが、俺が平面しか上がらない。ああ、そうだ、そういうことだ。じゃあ、美空ひばりさん、どうぞ。じゃあ、小林旭さん、はどういはいはい、ぞ。障害物をかわせない小林旭さん。この高血糖にしたくって、あくそ、地雷踏んじまった。じゃあ、ルパン三世行きましょう。ルパン三世ファミリーモノマネ。俺はルパン三世、顔の有名なルパンの孫だ。世界中の警察が俺んちまでこ、とこれはこれは捕まないんだな、とかなんとか言っちゃって、フジコちゃん。おい、次元。そろそろ俺の出番だな。ゴーエモン。またつまらんものを切ってしまった。うん。フジコちゃん。フジコよ。銭形のとっつぁん。待てルパン、逮捕だ。また会おうぜ。長渕剛、お願いします。10年間。好きです、好きです、心から愛していますよと。バカボンのパパ。わしはバカボンのパパなのだ。だから来週のバカボンを見よう。みんなやつは好きなのだ。ん？これでいいのだ。郷ひろみ、お願いします。恋する女は綺麗さ。決してお世辞じゃないぜ。ため息混じりの頬についてこうて伸ばしたくなる。ジャパン！田原俊彦、お願いします。すわ、田原俊子だ。またよろしくね。はい、ありがとうございました。はい。アドバイスなんですが、クオリティもちょっと上げてください。ああ、そうですか。ああ、わかりました。また出直してきます。ありがとうございました。はい、以上です。チャンネル登録よろしくお願いします。